司令官すごいですよ。あのね、確かに寝耳に水よりびっくりするのあった。何これ、あった。あ、おはよう、ひよっち。なんかさ、ひよっちの5月の儀式が、何5月のほら、これ、ほーってやつ。え、何これは、何あれがすんごい今流行ってるんだって。マジで、マジで、嘘かもしんない、マジで、出島、マジで、出島。古いんだ、あの、やっぱ古いんだ、マジで超嬉しい。あ、嘘かもしんない。なんで、なんで嘘ついたの。すごい、すごい、すごい怒ってる。オープニングミュージックスタート。2人でも5人でも5100人でも5 驚き世界。止めて止めて止めて、全然止めたよ。もうおちょこちょいみたいな、追っかけてこんにゃバカみたいな、こんにゃバカ。ちょっと待って、もうここキャットして。もうダメだ、私猫だけにキャット。ダメだ、おかしすぎる。私ねアイムでね、別名キャミキャミ女王って言われてる。それはカムっていうのか、キャミソーチのキャミとかけてんの。あのね、私カミカミ女王っていう時に、私キャミキャミ女王だって。そこでも噛んで。結果はギュンギュンまでが、可愛いってなりました。エリお姉さまが独占しました。大変だ。ちょっと今エリお姉さまはクッキーバンリンボンリン食べてて全然可愛くないです。ちょっとこう憎たらしい感じがしています。そして、今日のヒエロを見つけろ。クッキーを渡してきました。私のお父さんはちょっとだけちょっとだけうざい感じなんです。この前お家に実家に帰った時に、ヒョウコヒョウコ、お前うちの備前焼きを写真に撮りなさい、そしてブログに載せなさいと言ってきて、すごいうざかったです。でもちょっとお茶目なお父さんです。これが放送される前日にお父さんごめんねってメールを送ろうと思います。ラーメン食べたいな。よし、日記おしまいです。とハートのね、風船をね、膨らませてくれて、ヘリウムだから軽いんだ。そうそう、でさっきね、宙に浮いてるところをね、なんとかゲットしたくて、ほら、ああ、ちょっとごめん、ちょっとごめん、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、姉さんごめん、私あれ撮るのに超苦労したの知ってるでしょ。あ、ごめん、あ、ひでえ、こっちこっち、すんなりくんだよ。イエローもやってみて、やってみて。この番組は驚きを忘れた人々に感動を与えるモーションならららららららバーやったね。ストイキなんて無理。はい、さて今週も、ひかさん仲間外れで始まりました驚き戦隊桃の木5ですが、今ね、さっきのね、我ら驚き戦隊桃の木5で、桃の木5いつも2人で言うのに、なぜかエリ姉様はその桃の木5のところで隊長の方を見て桃の木5って言って、私エリさんの目見てたのに、なんかすごい過ごされて超置いてけぼり。何これ。